はいどうも、おはようございます。速化塾の久保です。えー、速化価塾の、限定動画 FX の方は、今回が初めてになりますけども、オリガルヒの皆さんはもうすでに一つ、二つ送ってると思いますので、そちらも合わせてご検討ください。今日は10月4日、朝6時40分で相場解説。まずはデイリーから見させていただきますが、なんか固まって、右肩上がりなのか横ばいなのかわかんないような状態に入ってきましたね。なんか若干この辺とかこの辺とかと似てるような形でございます。 えー、つまりこの後には何か大きな動きがあるんではないかなっていうのがいつものパターンなんですけども,も細かく見るとね横ばいながらもうちょっとだけ上に向いてるかなっていうところがうかがい知ることができるまあそんな感じですかねただ圧倒的に上下に触れるっていうのはなかなかまだ見えてきませんので、まあ、エントリーには躊躇するところかなと思います昨日もね様子を見させてもらったんですけども、まあ、いかんせんねあのー、ボラテリティの動きはそんなに上下たくさんあるわけじゃないのでじゃあこれで稼げるかっていうと まあなかなか難しいんじゃないですか。うん。だからこういう時にはやっぱ無理にエントリーの場所を探さないことだと思うんですよ。で逆にトレンドが動いた時ね、こういう時にエントリーをずっと指を加えて待っている人ってのが、まあトレーダーさんの中に多いんですけどもね。だからこそこういう時に無理やりやっちゃうんですよ。ああ、ここでできなかったから、今やんないと何とか見つけないとっていうふうに理屈を後付けしちゃうんですよ。でもはっきり言いますけども、 上下の動きがないところに利益が発生しませんからつまりは上下の動きがあるところは利益発生するけどもここは利益発生しにくいわけでしょだからレンジっていうのは基本的に勝負がしにくいところなんですよで唯一できるのがレンジからブレイクに変わってトレンドを追う時ですよもうこれを前提にね4時間を見ていきましょう4時間もね結構厳しいと思いますよほら上下の動きがあんまりないでしょう、ね、こういうふうに 上と下に線を引きますけどもだこんだけしかないわけですよ動きが確かにレンジオプション作れるんですけどもエントリーする場所を見つけにくいですよねそしてブレイクの方ですけども昨日もお話ししましたけどもねオリガルヒの皆様にはあの Q&A コーナーを見てくださいねブレイクしたと思ったらまたこの中に戻ってくるみたいなことがあって二重にロスカット食らってもうげんなりすることあるでしょでもこれは少ない可能性ですけどもこれもあるんですよいわゆるね騙しっていうふうに呼ぶ人がいます <laughs> ちょっと漢字で書きますけどもはいだまし、あ、まなんだだましだましっていうふうにね、あのー、言う人もいるぐらいこの動きって起きやすいわけですよだからこれもありえるかなと警戒して避けれるもんではないんでこれが来たらまああるよねって感じですよねで昨日ちょっと申し上げましたけどもエントリーする時にエントリーは例えばここでスタートするじゃないですか ロスカットラインを同時にすぐ引きましょうってのを申し上げましたけども、テイクプロフィットラインも設けて、この三位一体でトレードすると一番強いんですよ。そうすると、昨日起きたような騙しみたいなところにあっても、ここで利確して、で、戻ってきたときに、まあ、ここでね、結果的には下がったんだけども、利益は確保できたよねって状態になるじゃないですか。で、アンバランスなのが、テイクプロフィットラインだけを設けてない場合ね。で、こういうにしてロスカットラインだけ設けておくと、 寝動きがこうあって、ズバッと戻った時に、せっかく含み液を取れていたのに、ロスカットを食らっちゃうってことになるんですよ。だこれで騙しっていうのが余計強調づけられて、ブレイクを信じられなくなるんですよね。でも考えてみてください。ブレイクってのは10回中8回ぐらいはそうなるんですよ。残りの2回が、このいわゆる騙しっていうふうによく言われる私の好きじゃないんですけどね、騙しでも何でもないんで。こういう動きは当然あるわけですよ。 だから今までずっとあのブレイクで恩恵を受けてきたわけですからやっぱりねたまにそうならない時があるのも受け止めないといけないんですよねこれだから精神力の勝負ですここはで回数繰り返すてこれが見えてきますから本当に1000回ぐらいやってるとまああるよねってなってくるんですよ慣れてきてでもあの数回とかね数十回しかやってないとまたかってなってなんかダメージ受けちゃうんですよね特にあのエントリーできる時にエントリーしなかった人が このブレイクアウトだけ狙ってその時にたまたま騙しが来ちゃうと食らいますよねそうならないように気をつけてくださいじゃあ1時間見ていきます1時間ですけどももう一回レンジがここに入ったかなってところですよねこのあたりとかまあ大きく見てもうちょっと上の切り板でいきましょうこれですね一旦ここで引き直します114-110でしょ144-830うんだから下が 14の110上が、えー、14のレンジオプションを引くにはもうギリギリですこれがあれなんでやねん114の830でしょうんでこれで上帝と過程を設定しますんでこっからまた狭めていきましょう今日火曜日ですけどもねもうこうなっちゃったらちょっと遅れてますけどもしょうがないです無理やり間に合わせてもしょうがないんで、うん、でも あの基本的には火水木しかあのエントリーのタイミングって来ないと思うんですよ月金はちょっと難しいですからね、うん、だから1週間を比べると火水木で利益取れると思うんですよ特に水曜日とか木曜日ってのは火曜日とか月曜日の検証が入るんで利益が取りやすいんですよその代わりエントリーする回数が少なくなるんでその場合はロットでカバーするみたいな発想になります じゃあ今日は以上のとこですね。この囲いでなんとか見ていきましょう。それじゃあありがとうございました。では今度は午後に放送しますね。